はい、どうも、さとちゅんチャンネルでございます。今回はですね、まあ、前回あの開封レビューをしました、こちら。はい。キューボットの、なんだったっけ、ノート20 Pro。こちらのですね、あの無事、あの技適の方を取得しまして、今回ね、1週間ぐらいかな、あの使ってみましたんで、その間の使用感レビューやってみたいと思います。はい。ちょっと今これ明るすぎて、ちょっと明るさ調整ちょっとするね。はい。これでどうですか、これで。あ、これで画面ちょっと見えるかな。はい。でですね、これですね、価格でいきますと、11月11日にね、キューボットでセールをやるんですけれども、なんと1万円ぐらいで売られている、超激コスパ、2020年コスパ最強の部類のね、スマートフォンではないかなと思います。まずね、スペックの方、ヘリオ P60 オクタコア、そして6ギガのメモリと128ギガバイトのストレージを積んで、なおかつこれ、4眼カメラドーン、これでですね、まあ大体1万円ぐらいの金額で購入できるわけですよ。すごくないですか、この見た目も。ちょっとほら、素人が見てもこれやばいでしょ。4眼、ザ4眼って感じね。フラッシュここにあるからね、フラッシュまた別にあるからね、ちゃんと4眼のカメラがあのついてるよと。もうそのルックスがですね、なんか安物スマホとは思えない堂々としたものになっております。名前もノートっていう名前がついてるからね。ノートといえばほら、ね、昔流行ったファブレットよりも画面でかいんじゃないかなと思います。のすごい立派、安いのに。で、重量も 200g があってね、ちょっと重たいみたいな感じのやつになっておりますけれども、さらにですね、これね、ちょっとお見せしますか。これもちょっとケース外しますね。バックカバーを取ると、これね、ちょっと取れるかな。これね、ちょっと皆さんびっくりしないで。なんと今時ですね、このね、最近見なくなったね、こうやってこういうやつ。バックカバーが取れるんですよ。これまあ開封レビューの時にもね、ご紹介しましたが、はい。こうなってて、バックカバーが開くとね、どういうメリットがあるのかというと、こういうメリットがあります。今ちょっと開けますから。はい。よいしょ。ちょっとごめんね。こう編集すらいいんだけどね。ごめん、取手出しでやらせて。はい。で、カパカパ開けますと、はい。なんと、これね、バッテリー交換式なんですよ。バッテリーの取り替えが自分でできるというね、これ珍しいでしょ。まあ、バッテリーのね、単体販売っていうのは多分やってないとは思うんだけど、なので、ほら、ヤフオクとかね、で、あの、ほら、ジャンクのこのスマホを探してくれば、バッテリーだけ使って、まあ、スペアとしてね、使うってこともね、できるわけですよ。で、SIM スロットがちゃんと2つとマイクロ SD が入ったりよ。DSDV ですよ。1万円でですよ。すごくないですか？すごくないですか？まあ、通常価格はね、1万4000円ぐらいなんだけどね、セールでもめちゃくちゃこれ安く買うことができます。はい。まあ、このあたりはですね、まあ、前回でも、まあ、動画にしたところなんですけども、まあ、今回実際にですね、まあ、さらに、1週間ほど使ってみてね、気づいたことがね、結構あったんでね、そのあたり動画にします。はい。まずはね、まあ、この最初から保護フィルムが工場出荷段階でついてて、なおかつ、このね、プラスチックケースも最初からついてるんで、すぐにね、あの、こう、箱から出して使えるというところがすごいよっていうところを紹介したんだけど、あともう一個ですね、これです。見えますか、皆さん。見えるかな？見えないかな？実はですね、このね、保護カバーの角の部分に、リブが入ってんですよ。リブが。リブが入ってるの。この角のとこは全部。四つ角にリブが入ってるんです。で、どういうことかというとね、これスマートフォンを挿したときに、まあ、落っことすときって大体ほら、角から落ちるじゃん。うまい具合にこの面からこうパタンと落ちてくれればいいんだけど、大体角から落ちてダメージを受けるんだけど、ここの部分だけちょっと空洞ができるわけですよ。だからちょっとショック吸収性を少しね、この角の面だけ高めているっていう、この気の使い方。すごくないですか、この気の使い方。ね。たかだか1万円のスマホで。これ素晴らしい。他にはですね、あと何だっけ。あとね、あの、使ってみて思ったのは、ちょっと電源見ますか。あ、今こうやってね、アプリをこうやっていろいろこうたくさん入れちゃったんで、こんな感じになってるんですけど、プリインストール状態のアプリがね、すごく少ないんですよ。今時珍しい素の Android というところで、非常になんか使いやすい。なんかこの Google のリファレンスモデルみたいな、あの、か
感じがして、非常に癖がなく使いやすい。私こういうのね、大好きなんですね。そういう意味では、すごく良かった時代の指デジをね、ちょっと思い出します。はい。あとはやっぱりそうスペックがすごいんでね、もうすごいサクサク感はすごい。すごいよ。1万円のスマホでこれだよ。昔1万円のスマホといえば、そのプリオリですよね。プリオリ2とか、プリオリ3とか、あの時代、9800円とかでね、スマホ売ってましたけども、あの当時のあれくらいの値段で、オクタコアヘリオ P60CPU と 6GB メモリーと 128GB のストレージがドーンとついてるわけですよ。ね、これ、もう同じことを繰り返すけど、これがやっぱり素晴らしい。そしてですね、あとは FM ラジオチューナーというのもついてます。結構ね、これ中華スマホの、スノーアンドロイドスマホによくあるあるなんだけど、ラジコみたいにインターネットを使うんじゃなくて、イヤホンをつけてね、こうちゃんとイヤホンジャックついてるんで、このイヤホンジャックの線、こっちだ。イヤホンジャックの線を使って、これをアンテナ代わりにして、ラジオとしてね、使うことができて、なおかつ、そのラジオをね、録音することができるんで、だから電波の悪いところでも、そのラジオを後からね、聞くこともできます。ただですね、この Cubot Note 20 Pro も、ちょっとね、弱点もあります。忘れちゃいけない。これは1万円スマホだってことなんだよ。それはね、どこかというと、まずはね、スピーカーの音がいまいちです。はい。もうこれね、ああ、1万円のスマホだなって感じで、外部スピーカーはね、音質ダメですね。今、これなんで撮ってんの？こっちやろうかな。あ、今僕がメインで使ってる、モトローラのね、モト G8。これはね、音結構いいんですよ。でもこれはね、なんかもう安っちい、スマホタブレットの、あの類の音がします。あとはですね、GPS 精度はそんなに悪くなかったんだけど、外付けキーボードがね、アプリによってちょっと使いにくいかな。うん、アプリによっては使いやすいのもあるんだけど、結構外付けキーボード使いにくいシーンがありますので、なんかノマドワークでね、これとキーボードを使って何か文字書きをするというシーン、これはね、ちょっと状況によっては苦手なものもあります。ただ、何も問題ないものもありますのでね、はい、この辺がちょっと、ありましたね。あとね、これ結構致命的かな。楽天モバイルに対応してないんですよ。4大キャリア非対応です。はい。楽天が使えないんで、まあ僕は楽天回線を使ってるんでね、個人的にはこのスマホをメイン回線として使うことはできません。まあ電話とかね、あとは LINE で連絡とかっていう、まあ、そういう用途に使えないんで、ちょっとここは不便かなと思いました。ただね、ドコモ系の SIM だったらおそらくまあ使えると思いますので、そちらは問題なく電話もね、LINE も、はい、できると思います、はい。あとはですね、これは解決したんですけども、なぜか知らないけど、購入した当日は Wi-Fi 繋がらなかったんですよ。なんか知らんけど。なんでだろう。でも、翌日になったら問題なく繋がりました。だからこれ結構ビビったところですね。なのでですね、これ購入したとき、Wi-Fi 繋がらなかったって方ね、一日置いてみてください。なんか知らんけど繋がります。はい。そんなところかな。うん。まだですね、ちょっとこう、何、まあ、とことんまだこう、使い倒してないという部分もあるし、あとはそのね、技的の取得ね、今のね、ネットで、できるので、そのあたりの方法、どういうふうにね、やれば、技的の取得ができるのかなというところの動画も、まあ、撮ろうかなというふうに思っておりますので、まあ、よろしければね、この機会にチャンネル登録していただければと思います。まあ、ちょっと前まではね、こういうその中華スマホ、まあ、その海外版のね、スマートフォン、国内で使う場合は、まあ、ね、技的に対応してないのでね、これをまあ YouTube 動画にすると、まあ、やっぱり技的パトロール隊がね、ピピーってね、すぐね、飛んできてですね、いろいろこうやられちゃったりしますが、まあ、今となってはですね、バッテリーがちょっとなくなった。今となっては、まあ、自分でね、技的のないスマホも技的取得をすることができますので、まあ、この辺でね、ちょっとこう、二の足を踏んでる方もね、まあ、ちょっと知識があれば、誰でもできますので、まあ、こういったスマホね、まあ、いろいろ魅力的なものがね、世界にはいっぱいありますので、皆さんもね、まあ、いろんなもの、使ってみたらどうかなと思います。というわけで今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。